皆さんどうもこんにちは、ヨズキノムです。今回はシェーディングをした後にそのシェーディング結果をテクスチャに表示させる方法を紹介していこうかなと思います。それでは早速やっていこうと思います。ではまず最初に今このキューブ一回消しておいて、今回は分かりやすいように平面を出しておこうと思います。でまあ平面まあこう縦にしておいて、でまあちょっとだけ大きくしておきます。でそしたらこの平面を UV エディティングで UV 展開するとこんな感じになっていると思います。でこんな感じからシェーディングタブに行ってあげて、まあ、ここでマテリアルを1回追加してあげます。そしたら、まあ、このようにプリンシブル BSDF とあとマテリアル出力の2つが出てくると思います。これこのままにしておいて一回、まあ、シフト A キーで、テクスチャから画像テクスチャを入れてください。で、画像テクスチャ入れたら、この新規という部分を押して、名前はまあ自分の好きなように、この幅と高さも好きなように変換してください。まあ今回は、普通の設定でやっていこうかなと思います。で、これで、この平面に、テクスチャを、まあベイクするっていう、まあ、準備ができました。次に、この、まあ、テクスチャに、模様を、まあ、追加するために、今回はわかりやすく、円を、まあ、追加しようと思います。で、この円なんですけれども、まあ、向きは、まあ、平面と同じで、ちょっと平面より、まあ、距離を置かせるような感じで、このように配置しておきます。そしたら、次にはシェーディングの部分行ってあげて、まあ、これですね。まあ、あと新規で追加してあげた後、今度はこのプリンシブル BSDF、まあ、いらないので消してください。で、まあ、またシフト A キーで、シェーダー、放射を出しておきます。で、放射を出したら、強さは、まあ、5ぐらいにしておこうかなと思います。で、色なんですけども、まあ、黄色でやっていこうかなと思います。で、まあ、こんな感じにあげたら、次に、この、まあ、レイアウトタブ、まあ、右にあるこの新コレクションとかあるとこの、上から、2画目この写真のマークがついているタブを押してください。そうすると、レンダーエンジンっていうのが出てくると思うので、このレンダーエンジンを、まあ、EB からサイクルズに変えてください。で、サイクルズに変えたら、この下の方に行くと、ベイクっていうものがあると思います。このベイクで、まあ、画像、まあ、テクスチャを作っていきます。なので、まあ、普通に、今やったこの、まあ、これの、素直な、まあ、結果が見たければ、ベイクタイプは統合で、で、これのノーマルだけの結果を出したければノーマル。まあ、それぞれ、まあ、項目があるので、その時によって、まあ、使い分けてみてください。で今回は、まあ、ベイクタイプは統合でいきます。では、まあ、一回ベイクしてみようかなと思います。まあ、ベイクが始まると、まあ、下の方で、パーセンテージが
はどんどん上がっていくのがわかると思います。ちょっと、うまくいかなかったので、まあちょっと付け加えていこうかなと思います。まあシフト液で立方体を、追加した後、まあ拡大して、このように、この立方体の中にオブジェクトを入れておくという体を作っておきます。そしたら、この立方体の方ですね、立方体の方にマテリアルを追加して、放射を入れておきます。そうすると、このように、まあ、真っ白の中に、このように、まあ、オブジェクトあると思います。であと、まあ一回、これを、まあ立方体を追加した状態で、ベイクしていこうかなと思います。でベイクするときにはベイクしたいオブジェクトのみを選択して、ベイクボタンを押してください。でそうしないと、まあ、ベイクされる対象が変わっちゃうので、うまくいきません。なので、ベイクするときは、必ず、ベイクしたいオブジェクトを、まあ、複数でもいいので選択してからやるようにしてください。まあうまくいきましたね。この左の方に見えているのが、テクスチャーベイクした後の結果です。このようにこの円が光っているので、その光っている、まあ、部分を、この、まあ、今平面に投射するとこんな感じに、もっと見やすくするとこんな感じですねになっていると思います。で、これなんですけども、まあ、こう、テクスチャーベイクするときに考えることとす、こととして、光の関係があるので、その光の関係を意識しながら、テクスチャーベイクやってみてください。まあ、僕は、テクスチャーベイクあんまりやったことがないので、まあ、もうちょっと突き詰めてみようかなと思います。まあ、例えば、今こうぼやけてるんですけれども、これ近くして値を上げてあげると、はい、まあこんな感じで、さっきよりも、まあ輪郭がこうぼやっとしなくなったのがわかると思います。まあこんな感じで、テクスチャーのベイクやっていくので、まあ、覚えておいてください。まあ今回は、ここまでにしておこうかなと思います。それでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。